丸仙デパートは、かつて、新潟県長岡市に所在した、よりあい百貨店である。1960年12月15日に、長岡市大手通周辺の中小規模専門店が、集まって、共同組合方式で3階建ての、よりあい百貨店丸仙デパートを開店し、百貨店の進出に対抗したのが始まりである。開店当初から、 店内を歩くのも苦労するほど賑わって6階建てにして増床するほどの集客力を誇り、ほぼ同時期にできた長岡市村百貨店、大和10月、丸貝とともに人気の大型店として長岡駅前の大手通りにの木を連ねて賑わいの中心になっていた。主に和服部門に力を入れ、テレビの CM では着物の丸線というキャッチコピーもあった。 1970年代から1980年代にかけてはスーパーマーケットや百貨店を含め大型店舗が6店もお手通りにひしめき合う前世紀だった。前世紀には群馬県高崎市にも進出するなど新潟県内のみにとどまらない多店舗展開を行った。しかし上越新幹線の開通に合わせて1980年7月12日に 長岡駅ビル専門店街、セゾンド、長岡が開業し、同年9月27日には、大手通りとは、反対側の東口に、大栄が進出。さらに1988年11月25日に、葉資本の丸台が本店を、伊藤洋華堂丸台として、長岡駅西口前に移転したことで、長岡駅周辺に、大型店が集まって、商業集積が生まれたことで、 大手通が長岡駅から遠い印象を与える結果となって客足が鈍った。そこに1989年10月27日に中心市街地から品野川を渡った向こう側の郊外に開店したジャスコなど郊外型店舗の進出による中心市街地の人通りが減少した影響が重なって大手通りの集客力は急速に陰りを見せ、 1997年2月に閉店した市村をはじめとして大手通にあった大型店が次々と閉店に追い込まれていった。こうした集客力減少の影響を受けてテナントの撤退が相次いだために娯楽中心に転換するなどの対応を図ったが集客力は回復せず再開発のために閉店した2007年4月20日には建物の老朽化もあり店内も 営業外を1階のみに限定して、わずか8店舗が営業するのみとなっていた。跡地には、市街地再開発ビルフェニックス大手の一部として、フェニックス大手ウェストを自ら建設し、上層階をマンションとして分譲したほか、2.3階には、長岡市の施設が入居している。和服部門については、現在も、丸仙着物として、県内各地にチェーン展開しているほか、 跡地に立つ、再開発ビルフェニックスオーテウエストにも入居している。運営は、共同組合丸線が行っている。ありがとうございます。